どちらのチームにとっても今日のゲームは福田さん38分の1以上のなんか重みがあるような気がします。まあ、特徴はやっぱり左サイドですよマテウス・サビオ、まあ、彼がですねやっぱりゲームを作っていきますし、はい、それに絡んでジエゴが上がってきたり、どんな出方をするか福田さん注目ですね。そうですね、今ちょっと練習見る限りだと、はい、あの上村が右のサイドバックで長身のスケールの大きな右サイドバックです。関根、さあ柏、岩田残留争い直接対決、今キックオフ笛が鳴りました。ゴール前動きをつけるジャーメイン亮、手前を狙うと枠来たか、右手のパンチングでした。松本、手前に動いたジャーメイン、ハッサンヒルの頭、一度中村にボールをつけ直します。これで中村が前向きました。手前を狙ってバウンドした、コーナーキック崩れから岩田先制、渡辺そうそうに均衡を破れました。18位アウェーの岩田先制、セットプレーから渡辺亮です。そうですね、立ち上がりでセットプレーが続いた中で一つここですよね、ここで入れ替わったの大きかったと思います。今のところね、でキーパーとディフェンスの間に鋭いボールを入れましたよね。ここね、ここかわしてからのこのクロスの質が高かった。もう当然ですね、渡辺としてはそこ狙ってますし、ワードの選手ですからあそこ飛び込む準備はしてましたよね。そこに簡単なボールじゃないんですよ、実はバウンドしてるんでね。ああいうボールセットプレーのキッカーでもあります。直接狙ってきた、こぼれた、おっとジエゴもいましたが形収まりましたね。ジャーメインのフリックで局面が変わりました。松本雅也、ジャーメインを使ったワンタッチ、渡辺亮しのぎました。松本健太187センチです。垣田真ん中止めて手塚左足枠きました。高さが揃う柏のセットプレー、蹴ったキーパーの前に落としてきた。川島がしかし冷静にパンチングで逃げます。持ち出して左、松原がボールを持って上がります。内側から動きをつける高畑、流れた、松本雅也がいた、中村が来た、中村が打つ、岩田前半で追加点、左から流れたクロスボール、右で作り直して最後中盤の後ろから中村が出てきました。26分0対2、岩田2点リード。いや落ち着いてよく決めましたね、ゴールキーパーのね松本ですが、挟んで奪って運んだ横、この位置から打ってきた、高畑の左足、小山津が背負って縦、山田キープして反転、小山津抜けた、マイナス、垣田合わない、白井のシュート、これは川島正面でキャッチしました。これで前半終了の笛です。6分、渡辺亮セットプレー崩れからのクロスボールに飛び込んでの1、さあ小屋主審の笛が鳴って後半開始、後半はアウェーの岩田ボールのキックオフです。このセットの競り合いで倒れてます。さあ高畑、ジャーメインが左、ただ渡辺は倒れてますね、浮き球、おー高畑の頭だ。さあマテウス・サビオ、関根には当たらない、拾って手塚が打ちました。おおちょっとコース変わったか、なんとか弾いた川島、逆サイドに散らします。この位置でサポート、マテウス・サビオ、横に細谷、止めて中、右足で狙った、ボックスの外からでしたが右頭で残した、子がここで試合終了の笛が鳴りました。残留争い6ポイント、制したのはアウェーのジュビロ磐田、連敗2でストップ。